今日は高島屋に来ています、はい、株式会社マジン様の今ホタテフライを実演販売しているので説明したいと思います。こちらです。このようにですね、冷凍のソーセージが入っていて、今冷凍のホタテフライを2種類販売しているんですけども、小と大があって、小の方はですね、こちらの6個入りで、まあ、20万の、まあ、約今1100円ぐらいの価格になっています。大きい方は20個入ってまして、59万4000ド、まあ、約3000円ちょっとぐらい、の金額になっています。こういったホタテフライを、まあ、実践販売して、あのベトナムに広げるお仕事を実際をしているんですけども、ベトナム人の反応どうか気になります。まずは私が試食してみようと思います。はい、早速食べてみたいと思うんですけども、今こちらに試食販売してて、まあ、ソースが、ね、4種類あるんですけども、 What are those sauce? What is this one? This is tomato sauce. トマトケチャップ。これは What is this? This is chili. チリソース、ベトナム人なんでチリソースですね。 What is this one? This is like sauce. Japanese ウスターソースとマヨネーズ。 Yes. So which sauce popular in Vietnamese customer?Which one? Most favorite. People, Vietnamese people like this is the most? Yeah, because it's sour. Yeah, a little bit of sauce. Really? Yeah, yeah. So I taste, okay. 一番人気があるのはこのウスターソースってことで、僕もウスターソース食べます。すごいジューシーで、少し冷めてもザクザクしてますね。うん、まあ僕日本人なんでめちゃくちゃ美味しいんですけど、まあ、こういった味がこのどう受けるかっていうのが今回の目的なんで楽しみです。安天地亚，那个爆爆破嘛，啊，红奶啊，菜啊，这样的，有点老，红红，哇，不脏嘛，最脏啊，啊，冰墩安地亚汉也红，好，你看的，地亚地亚汉地亚安地，寿司，寿司，寿司面，寿司面啊，哦，安这样的，对，啊，烧碟对红，红亚汉，好，对，好，对，安地啊，菜对菜，这样的，这样的红红对。对呀、啊，海烧。嗯，这个牛肉。牛肉，外边是青的。嗯。那准备天老，浓吗？浓浓浓浓，但是我爱吃那最浓。嗯，最浓的。啊，这个是毛毛壳的，黄海针海针面的，最天老。那方海的冰墩。对的。对的。啊，帮你安排冰墩啊。จำด้วยเป็นคนที่ดีอ่ะยาหันอย่างคมทำดีซีซีมีชีพโทษิตคุยคมใครอ่ะใครคุ้มงคุยค่ะใครล่ะคุยมั้งเขาก็ไม่ตังแบบคุ้มงคุ้มเลยเนี่ยย่างเก่าแค่ไหนเนี่ยเนี่ยข้าวโพดหวานไข่เจียวเกลือที่มั่วเราบอกแค่ไหนข้าวโพดเทียนเทียนข้าวโพด
How was it? How is it? It's good, but it's too much my gum. I cannot taste the scallop. Oh, not. Yeah. It's a light. Yeah, it's really light, the taste of the scallop. So when you eat Japanese food, you eat in restaurant or in your home, cooking at home? Sometimes I went at home, sometimes I go to the restaurant. So when you go to the restaurant, do you eat scallop? Yes, I eat scallop in the sashimi way. Sashimi way? Yeah. The fresh way? Yeah. So how do you think about this style? This is very easy to cook at the home. You just fry and you can eat. So price for one, so this is a $200. How do you think about the price? I think it's suitable. Suitable? Yeah. Because seafood is really expensive. From Japan? Yeah. And yeah, this price is suitable. So but you want more strong flavor? Yeah, I want to taste more flavor of the scallop. How about the softness? Enough? Yeah, this is enough. Yeah. Oh, thank you very much. Thank you. はい、今こちらのイベントの管理をしてもらっているアンさんに来てもらいました。じゃあ、ノイチョウイベント内、エムタイニューケナン。こうやってただあると、もちろん伝わるんですけども、実際お客さんがですね、試食販売をして食べてるので、お客さんがすごいいい経験をしてると言ってます。それで実際食べてみると美味しいので買う購買につながってると言ってます。全体は3段階でペナ、はい、今ですね、このイベントをサポートしてくださっているビエッツさんに来てもらいました。ビエッツさん、よろしくお願いします。ありがとうございます。今回このホタテのフライを売ってるんですけども、お客様の反応とかいかがですか？ですね、一応は結構いい反応がありました。ただベトナム人同士でやりました、ベトナム人の心が分かって、こういう加工食品より新品なホタテの方が、普通のベトナム人が好きだと感じています。価格的にはですね、やはり高い方も少し調整していくのが売れそうと感じています、はい。その生の方が好きっていうのは知ってるんですけども、こういったものっていうのは家でも作りやすくて、ベトナム人の方って家で生のホタテ食べないと思うんですけど、そういう可能性ありますか？家でこういうの調理して食べるっていう、そういう可能性がありますね。そういうものを買って簡単な調理だけでいい料理になりました。今忙しい主婦の方にすでに嬉しいことだと思います。ただ最近流行っているノンフライに使えるかどうか、それはすごく大きなポイントだと思います、もう少しノンフライヤーに、いい感じですよというアピールできればいいと。ベトナムの方はやっぱりホタテ好きなんですか？ホタテが好きですね。あと高級なイメージを持っているホタテを食べたらすごく嬉しい感じです、はい。やっぱホタテは好きなんで、皆さん今日本食レストランで刺身で食べてるんで、それは好きなんですけども、こういうものを家で簡単に作れるんだ可能性があります。だけども、ノンフライとかもうちょっと健康志向になってるんで、そういったところをもっと改善したらいいんじゃないかっていう感じです。はい、おっしゃる通りですね、はい、最近ベトナム、特にコロナの影響で健康第一だとみんな意識するようになってきて、日常の食事にちょっと油の分をできれば食べるところとか、栄養がたっぷり入っているものを今大事なことになっています。そういうことを喋っているお客さんも多かったですか？多いですね、はい、特に女性の方の方が、
かりました。そういうことなんで、あの、こういうこと分かったことをまた生かして、もっともっと言っていきたいと思うんで、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、こちらに山人の松本さんに来ていただきました。こんにちは。こんにちは。あの、今回こうやって同じイベントやってますけども、そもそもこれをあのやるきっかけというのはどんなものなんですか？ホタテフライは結構日本では少しずつ知名度が上がってきたので、あのベトナムが当社の目標の一つだと、ホタテが好きな国というランキングにベトナムが入っている、はい、ただそこに青森のホタテが通じるのかなと、ホタテといえば北海道の王国があるのに、でも青森としてもその王国にどれも近づきたい、越したいと思いますが、その代表選手をホタテフライにかけて今回ベトナムに行ってきたんです。お客様の反応はいかがですか？結構カリカリとした衣が今まで食べたことがないとか、ベトナムにはないということで、すごい好評をいただいたのが、もういい青森のお土産になりました。あ、やっぱ手応え感じますか？はい、これからも1回じゃ終わらないので、なんかいるこういうイベントを繰り返していって、すぐに売ろうとかじゃなくて、こういうものがあるんだなっていうのを広めて、どんどん行きたいと思います。私結構やっぱいろんな方のお手伝いするんですけども、やっぱり日本でいろいろこうルール考えてても、なかなか見えてないこともたくさんあると思うんですけど、そういうやる前に今やってみてっていう、なんかこう感じ方変わりましたか？はい、そういうなんかちょっと閉鎖的な国かなとか、おとなしいところかなと思ったら、実はもう日本より元気いっぱいで、この会場全体も元気が満ち溢れてます。その人から素直にフルフライを食べて、これは美味しいとか、こうすればもっと美味しいとか、皆さん言ってくれるので、ちょっとベトナムにへのイメージもさらに良くなったっていうのを、いい国だなと改めて思っています。やっぱりやってるのと違ってて、はい、そのお客さんに実際こう喜んでくれたりとか、はい、お金を出して買ってるってとこ見ると、そのメーカーとしては嬉しいですね。嬉しいですね。いつくらい人で昨日持っていただいて、買ってましたね、大袋3つとかね。あれは嬉しかったですね。はいはい、やっぱり自信にもありますし、はい、こういけるっていう手応えも見えますし、はい、なんかその課題感も見えてくると思うんですけど、はい、逆に今の課題感とかってどんなことも見えましたか？パン粉とか匂いとかいろいろなことは言われたんですけど、まあ、少しずつ改良はしようと思いますが、あまり基本姿勢は崩したくないので、まあ、なるべくベトナムに合わせるんじゃなくて、ベトナムの方が少しでもうちの会社のことを、この商品を理解してくれるように、自分も期待感もあると思います。まあ、ここであのやはりあの概ね皆さんを喜んでもらっていて、はい、まあ、少しその意見を聞く中ではそういった、まあ、匂いのこととか、はい、まあ、ちょっとの反応とかあったんですけど、まあ、大方今の方針でいいんだとか、はい、まだこういうことをイベント継続して認知を広げていけば、あのもっと商品を売れるっていうのは実感を持ったり、これは実感が持てました。はい、そしたらまたあのこれと俺がやる次第ですそうですね、お願いします。だから今後本当にあのこの企画にあのこの我々ももっとあの本社のホタテフライをベトナムに紹介していきたいですし、はい、もっとベトナムの人知ってもらっていいですよね。はい、お願いします。はい、この見事なこのセッティングが素晴らしいです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ということで今回は冷凍ホタテの試食販売イベントなんですけども、いかがでしたでしょうか？まあ、いろんなお客様に食べていただいて反応もらいました。まあ、あの総じてですね、やっぱ日本の冷凍ホタテの可能性、やっぱりあの新鮮で美味しいという声が多くて、まあ、特にこうやって食べてもらうことによって、まあ、こうやって小売りに置いておいてもですね、輸入品が高くて終わってしまうことも多いんですけども、食べてみるとまあ納得して買っていただけるってことがやっぱり手応え感じましたし、やっぱこう実際に食べてもらってフィードバックもらうことでコミュニケーションよくできたんで、まあ、今後どんなポイントに注力すればいいか分かりました。で、あのこうやって放ってですね、久しぶりのイベントで、まあ、実はお客さんに売ってみるってことはやっぱり有効で、まあ、特に繰り返しになるんですけども、まあ、食べてもらえるってことはすごい良かったですね。なので、まあ、こういった形で、まあ、もっと多くの日本の企業のサポートをしたいと思います。では、2週間、これで行くぞ。